山内氏は日本の氏族の一つ。山内須藤氏や土佐藩主土佐山内氏が知られる。山内須藤と氏道を祖とする。山内氏の祖は、美の国むしろな軍の軍事を務めていた森部氏の後裔であると考えられており、平安時代後期に藤原氏を名乗り、藤原秀里の後裔を称するようになった。佐清の代になって、須藤氏を名乗り、源氏の老頭となった。 すけきよの腰通りは、源義家に従って、後三年の役で活躍したが、市通の総尊、山内としが、相模鎌倉軍山内省を領師した際に、山内姓を名乗り、山内須藤氏と呼ばれるようになった。としの妻山内には、源の頼朝の乳母となり、その子山内須藤常年は、頼朝の入兄弟となった。常年は一時平家に味方したものの、 その後の自称、樹衛の乱においては有力御家人の一人として活躍し、伊勢、伊賀の二カ国の仕事となった。しかし三日、平氏の乱で、常都氏が守護所から逃亡したために守護を罷免された。山内須藤氏は1221年に、連ンゲオ飲料のビンゴ告知、町の自党になり、さらに1308年に常都氏の創尊山内、 須藤寺通りの二南通立図の子山内須藤道助は、両家から、地商本郷の年貢徴収を、地頭受けにより受け負った。道助は、1316年に一族を率いて、所領の地商に下校し、本郷を中心に、道地で勢力を築いた。この系統は以降、貧乏山内氏と呼ばれる。室町時代には守護山梨の下で、貧乏の守護代を務めたが、応人の乱以後、 山梨の力が衰えたのに常時、ビンゴで独自の勢力を築いた。戦国時代の当主三内直通の孫、山内隆通りの代には、秋毛利氏に仕え、江戸時代には、長州藩の家老として存続した。常都市の孫宗春の四男、山内須藤沖与は、1243年に、母鶴熊から熊野山領相模国愛交渉。 上佐国浴びル南北の少量諸職、備中国防府と省預かり所並び月職を上渡され、一族としての所領を一挙に増やしている。通り綱の二邸山内須藤通中の系統は、勝氏を通称として存続。通り綱の三邸山内須藤通系の系統は、田原氏を通称として存続。通り綱の四邸山内須藤通系の系統は、黒食い氏を通称として存続。 通氏の二帝山内須藤道都氏の系統は、田川村で存続し、田賀氏を通称とした。本家の有力諸家として存続し、戦国時代の当主、田賀通続くの第二、毛利氏に仕えている。通氏の三帝山内須藤道明の系統は、竹内氏を通称として存続。欧州に下校した山内氏は、ある一族は、戦国時代に、火災死によって滅ぼされ、 また別の一族は、足なしの家臣となった。2005年、第17代当主の山内武により、山内和豊の弟、山内康豊のものと見られる、大名鎧が、四万都市に寄贈された。当時の報道によると、欧州三内科は、伊達市の中級家臣で、鎧は、宮城県枠屋町の実家に伝わったものという。戦国大名の山内和豊や、 幕末の四健康の一人でもある、山内と吉毛を排出した、土佐山内氏は、この山内氏の暴流を称している。ありがとうございます。